と青春を、取り戻すじゃないですけれども、本当これこそザ青春と思われる一曲をお送りしたいと思いますが、太陽が暮れた季節、うん、深夜の通販番組でフォークソング特集みたいな CD とか売ってるじゃないですか。あの曲にね入ってたの。なのでこれはフォークでいいんじゃないかと勝手に思ってるんですが、ね、色合陽水さんの、作曲しました。ダンスはうまく踊れないという曲を言ってみたいと思います。水森かおりバージョン。
んはじめね、いろんな方々カバーしててね、中森明菜さんまでカバーされてて、でつい最近ではあのユニコリンと私の大好きなフリーネタじゃないですけど、あの稲葉さん、ビーズの稲葉さんまでねカバーしてて、ね、時を超えての名曲だと思います。次の曲はですね、多分ここにいる誰もがまあ経験してるんじゃないかと思います。あの経験してるっていうことを言い張るとあのコンプライアンスに引っかかるとちょっと困るのであの多分あの経験してると思いますね。初恋行ってみたいと思います。絶対だろ。絶対ですけど、初恋の定義っていつだろう。でも初めて好きになったのって幼稚園ぐらいじゃないですか。ねえ、あの私幼稚園の時にはあの2人好きな男の子がいまして、であの小学校の時は4人いましたけど、これは初恋にならないですか。よつまた、はい、で初めて、ね、告白されたのはなんと3年生の時という、ね、そんなあの経験があるんですけれども、あの詳しくはあの有料で全然交換しますのでよろしくお願いします。ね、初恋とても、ね、あの切ない曲なんですが、次の曲もあのとてもなんだろう、切ないくなるのかな。あのこの男の人の気持ちをよく書かれている、詩だなと思います。心の旅行ってみたいと思います。
Thank you.
私の感想ですが、次の曲なんですけれども、あのメグフィーズの中でこの歌詞の意味で、ね、次なんですが、失恋の歌で別れちゃう歌なんですけども、なんで別れたんだろうっていう議論があって、やっぱね、個人差がいろいろあって意見がね割れるんですけれども、一応その私とベースの豪太さんの意見の中では、学生同士が就職とかで、別れたんじゃないかという、ね、いないんですけど、坂下さんという方 の、 意見で一致してますけれども、他の皆さんのこの歌詞を聞いて、どんなような別れだったのかをちょっと妄想してもらえるといいかもしれないですが、ただね、妄想する時間もなく結構いい曲だなと思ってます。池上線行ってみたいと思います。Yeah.
ますけれども、先ほどもちょこっと触れましたけれども、フォークソングの通販の番組でね、これもフォークの中に入ってたのでも絶対違うと思うんですよ。ただ名曲というかですね、知ってる人はほとんどいるかと思いますので、ちょっと初めての曲なんですが行ってみたいと思います。異邦人次の曲が最後の曲になりますけれども、皆友陽子を
横浜横須賀。Kiss me!